はございます。今日は新たな試合に挑戦することにしました。今回から楽天ゴーラでも予約できることになりました。全日本アマチュアゴルファーズ選手権、これになんと出場します。頑張ります。インターネットから申し込みをしたいと思います。こちらをポチッと押します。こういうページに行きます。私が挑戦するのは4月20日に行われる八千代ゴルフクラブ、この大会に出場したいと思います。おはようございます。大草心です。今日は4月20日、なんと初めてパブリック選手権に出場します。会場はですね、八千代ゴルフクラブです。で、初めてのコースなんですけど、まあ楽しむことが一番かなと思って頑張りたいと思います。なんせ学生ばっかりらしいので、学生に刺激を受けて、はい、またゴルフが一歩レベルアップできたらなと思います。頑張ります。印象に残ってる一打って、いい方ですか？いい方。じゃあいい方は、はい、いい方はでも私はパターかな。あの最後2つ、17、18は本当ダボと取りできて、その前ダボと取りだったんですよ。で、いやこれここで持ち返さなかったら、まあ、自分との戦いでね、通過はもう諦めてたんで、はい、じゃないと。
ダメだとズルズルいつものパターンになる。次につなげるためには、まあ、頑張ってそのパター、うん、あの特に17番のパットはすごい曲がるラインだったんですよ。でもカップ外すか外さないか微妙なラインで、それが入ったのが超でかかった。で最後もこぼれてるかと思ったらあって、で一応2パットでいけたし、最後ラインの方が簡単だった。その1個前のパターが入ったのが大きかったです。悪かった悪かったのも、いや悪かったのはでもそれもねパターなんですけど、じゃパターとちょっと言っていいですか。15番3パットしたんですけど、これぐらいのパットがプルリンってしちゃったんですよ。でもその前に実はティーショットからちょっと疲れたなと思っててあとちょっと頑張ろうっていう方じゃなかったんですよ。なんか淡々としてるしなみたいな感じで、あやばいぞと思ったんですけど、まあ案の定クルンってなって、あーズルズルいきそうって思ったら、その次のホール4打目木の下にあったんです。それがめっちゃ土で、もうめっちゃ土、もう濃いバンカーとかじゃなくて、本当に木の土みたいな硬いやつで、手前バンカーだし、どうしようと思って、とりあえず体で打とうと思ったら、カーンとオープンして、そのままの奥、そう。でも OB じゃなかったから、でいつもだとそこで焦っちゃうんですよ。みんな待たせちゃいけないとか。だけど、待たせても、ちょっとゆっくり自分のペース戻すって2回連続のミスを今日はあんましなかった。楽しいゴルフもあるけど、もっと上手くなりたいとかなんかっていう人にはすごく向いてると思います。本当に中途半端に出たら本当にゴルフが嫌いになると思う。だからそれは準備して自分がやってきた、私も初めての時こんだけ連打行ったらやってきた、大丈夫、何かあったらすいません、謝る。そう、初めずっとそうだったし、私もみんな優しいからさ、意外と意外ととか言っちゃった意外とみんな怖くないし、優しいし、教えてくれるし、で特にキャディ付きの時にすればキャディさんもしっかり教えてくれるから、そう、だからぜひ挑戦してほしいです。でも準備してとは思います。突拍子もなく出るものではない。一応ちゃんとこう目標に向かって練習して、どっちがそうか分かんないですけど、申し込んだらちゃんと準備するのか、そうそう、準備してから申し込むのか、でも準備は必要。すごい超ギリギリ、カットライン、カットラインの1個上じゃん。いやちょっと私すごいじゃん。お疲れ様でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画の続きが気になる方は左の動画をチェック、チャンネル登録は右の登録ボタンをよろしくお願いします。コメントと高評価もお待ちしています。